ルワード、まだ寝なくて平気？明日も午前中から出かける用事があるって言ってたよね。もうこんな時間か。まったくキリがないな。それ、仕事の書類でしょ？ああ。本当は寝室にまでこんなものを持ち込みたくないんだが。すまない。いいんだ。俺のことは気にしないで。お前もそろそろ休んだ方がいい。うん。何かおかしいことでもあったか？うん。ただ、こうやってルワードと一緒に寝るの、好きだなって思っただけ。そうか。うん。でも、あんまり眠くはないかも。昼間ダートのところに行って、子供たちとお昼寝したからかな。今日も行ったのか。うん。頭撫でるとすぐ寝ちゃってね。可愛いんだよ。子守の手伝いをするのはいいことだが、あまり入り浸ってはいけない。最近また勉強をサボりがちだとホランが言っていたぞ。もう分かった。でも小さい子の世話をするのって可愛いのもあるけど、自分の居場所があるって感じられていいよね。自分の居場所。子供に限らず植物とかもそうだと思う。ダートが植物を育ててた気持ちがわかる気がするな。自分を必要としている何かがあるって責任感もあるけど満たされるっていうか、甘えられたり頼りにされるっていいなって思ったんだ。そうか。そうかもしれないな。ルワードが俺を引き取った時はどうだった？確かに私の後ろをついて回るお前にいつの間にか癒されていたかもしれないな。そうだと嬉しいな。邪魔に思われてなかったなら。かい。なら、お前の中の母性を満たすために、今度は私がお前に甘えようか。え？どういうこと？例えば、ジュダの子供たちにするように、ここを撫でてみるとか。無理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 ！俺がルワードの、頭を撫でるなんて！お前は私の頭に触れるのをためらっている節があるな。だって、頭ってなんか他の場所とは違って。無理だよ！ルワードにそんなことできない！どうして？私はお前のものなのに。俺の、もの？そう話しただろう。お前は私のもの。そして私も、お前のものだ。ルワード。じゃあ、少しだけ。ああ。毛並みツヤツヤ。でも、骨の感触はしっかりしてて。耳も触っていい？お前の好きなように。ありがとう。